めっちゃまったりしてるはい、どうもシプレーヤブでーす。今回はですね、ゴブマップ、更新していこうと。おスパン短い更新もあるし、ちょっと変更もあるし、コメントの意見もちょっと取り入れて、ちょっと変えていきたいな。みんなすごいっすよね。すごかった。ビビった、正直。抜けてますよ、抜けてますよが。うん、まああったし、これはこんな高ない、もっと高いとかな。やっぱ理想の形がコメントで出来上がってた。そう。だから、俺もその、敵対するんじゃなくて、一緒に作っていこうよってことで、用意させていただきました。抜けてるやつね。はい。で、ここもちょっと変えていこう、先。オッケー。うん。先変えようか。そう、先変えよう。まず一番最初に、俺は手入れたいのは、ラクザセブン。やっぱちょっと高い。だって48と Z とタメ張るってやっぱりきつないって思って。ああ、48とは張らん。張らんと思う。張らん。やらかさ的にちょっと違うかなと思ったから、言うてこの辺かなと思った。か、個人的にはかぶせたい。ああ。スーパーベンダースやろ。うん。言ったら。あ、まあそう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 。だからこの辺かなと思って。ちょっとここは、ちょっとあれかなと思って。で、なんか1級おるやんか。1級はそんなしょうないぞって。まあ、ラクザ7は一旦ここね。ベンタスエキストラとイーブンかなって、うん。そうそうそう。にして、1級はな、ここでほんまに軽くやっただけなんや。一回、真面目にやらんすか。いや、使えへんね。書いてない。今日前、サンプルやったんやん。余計わからん。わからんねん。どけようか。わからんから。あ改善しなあかんなっていうのが G1 やん。あ、こいつな。これはもう やり直すって手で、ね、うん、今ちょっと作るサンプルで持っていっとった。あ、なるほどな。 G1 今回やったじゃない。マックスをやりましたね、うん、でこの後に特圧とマックスを打ち比べみたいなもう上がってくんねんけど、はい、それを踏まえた上でどこにおるか、うん、改めて打ったから悪くはなかったでしょ。悪くはなかったけど回転がやっぱり弱い。だから結構似てるんちゃうと思った。弾みは確かにちょっと強い。強い強いな、うん、弾み強かった。まあ、まあ、悪くなかった、うん、回転弱い、弾み強くて打球感もそんな良くないんや。でも結構こもり系ないんで、スマッシュ打ちやすい。ここにおったけん、うん、前まで。そうやな。だからおー来たんちゃう来たんちゃうぐらいの感じ。ここ行こうか。回転落とす。回転は絶対やったやろ。全然やろ、うん、やったらもうここ行こうよ。じゃあ払うよ、うん、ちょっとまあ弾みは強いかなっていう感じかな。で訂正していこう、うん、ぐらいかな。ちょっと訂正したいなっていうのは。この辺はもうノータッチでいいでしょ。いいと思う。改めて見てもうん、まあ新しいの貼っていこう。ちょっと用意したから。今日は9枚。9枚9枚 OKOKOK。 今日も長いぞ。 GF プロウェーイ、うん、これは動画消しました。消した理由はユニオン問題。みんな多分気づいてる。うん。あれないなみたいな。そう、それしかないよ。唯一堀本が輝いとった動画。しかし、うん、消えた。GA プロ、ちょっとな、俺らの意見で言ったら、ベンダス。スーパーベンダス。ああ、そうやな、うん。似てるっていう。こっちに来るんかな。多分まだ。うん。これこいつここやわ。次行こう。言われとったんがね、エボリューション。P かな。P、MXB、うん。俺もこれ軽く触って、もう1年以上前や、うん、だいぶ前、うん、回転まあまあ。ほんまに？え、まあまあやったで。いや俺まあまあじゃなかった。あ、ほんま、うん、回転まあまあで弾みもまあまあ。飛ぶは飛ぶね。暫定で置いとこうだから。暫定な。うん、まあ多分やることないと思うんだよ。じゃあ暫定ちゃうやん。でもな、今後な、もし出会うことがあるかもしれない。そう、ティバーさん出会う可能性高い。 GC さん、いや、ジジイさんも、まあ、多分俺、英語喋られへんから。ジジイさんが日本語喋ってくれないから、一緒に会いたい。いや、怖いもん、英語。ちょっと暫定で、この辺はどうか。せやな、うん、回転そこまで強なかったイメージあんねんな。結構やれたイメージあるけどな。イメージあるわ。マジ ?48 よりいい？ってことなんで。いや、俺この辺のイメージある。これ最後にしようぜ。さっき。いいよ、いいよ、いいよ。次、ライガンスピン。はい、ライガンスピン。まあボリュームゾーンやから。うん、確かにな。そう考えたら価格安くて上の方おるやつってすごいな。誰や、例えばこの辺は価格安いかな。ああ、ほんまやな。八坂はでも基本5000円台ぐらいの。
ベガもやっぱすごいで、ベガすごいな。はい、ラガンタ V47、これはな、あのメンバーシップで出てる。あそうそう、だから一般では出てないんだけど、あのメンバーシップで出させてもらったやつなんよ。トントンぐらいこんないいか、なんで売れへんか分かったやん。だって、うん、回転はほんまになかったない俺が言うたとこと大差ないやんけこれぐらい一番そんなはずよ、強ないんよ。柔らかいからやろな、うん、やっぱ食い込んで、うん、やっぱりこのこっちすごいな、エナジーセルやっぱすごい、一気に変わった。オメガ、オメガツアーセブンツアー、うん、これはもうツアーって言ったら万能で高性能ってイメージちゃう。そう、あら知らんの、使ってもないもん、使おうと思うんや。硬すぎて無理やと思う。あ、そうなんや。これ何度、これ47、8、いや、もうちょっと50ぐらいあるの、50弱ぐらいこの辺。あ、でも G1 ちょっと似てるみたいなあったもんな。気質はないこともない。あ、そうなんや。で、エクションってこいつ以外ピーンって飛ぶの。ああ、なるほどな。あ、次 K1J、 懐かしの K1J この見て、このフォルム、ちょ懐かしいな。だって元祖粘着テンションでしょ。そう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 、フォルムだけ見たら PC エンジンのカセットやもんな。知らんやん、 PC エンジン。知らん。セガタ三四郎って知ってる？知らん。え、セガタ三四郎知らんの？ドリームキャスト知らんの？はるか、実際にこいつかってな、ティバーさんが連絡来たぐらいからな。ティバーっていうか三栄さんやけど。ああ、うん、まあそんな話やめとこうか。やめとこう、もう炎上するわ。うん、次、行こう。打球感は G1 に近いところあって、うん、でもシートが粘着やから回転は良かったっていう、うん、イメージあるから、あ、この辺かな。え、高っ。俺の打ち方やったら飛ぶねん。カウンターめっちゃ良かった覚えてんねん。もう10も出たし、カウンターはいい、回転もそこそこ飛ぶ。ここまで飛ばんかったイメージは、全然こっちの方が飛んだもん。あ、まあ飛距離で言ったら多分この辺かな。そうそう、この辺なんで。でも回転は自慢よりは全然強い、うん、この辺しよっか。いや、飛ばんかったと思うで。これ今西君に聞く。あ、今西君見た、もう遅い次はオメガセブンアジア。知らん、知らない。アジアはやっぱツアーよりは使いやすい。ちょっと高度が落ちてる、あ、打球感が柔らかい感じするから使いやすい。なるほどな。この辺やと思うで。これな、俺やっとうけどさ、うん、まあ、俺らの意見めちゃめちゃ入ってるからな。いや、しか入ってる、うん、だからあのこれ参考にして、あのショップさん行っても、いや違いますよって言われる可能性全然あるから、もうそこは気をつけてな。うん、なんやったらショップさんにこいつはこんなん言ってんすよって動画見せてくれてもいいし、うん、まあまあ完全に鵜呑みにせんとな、あのちょっと参考程度、参考やったら、うん、自分の意見言いたいんやったら自分で作ってな、やってくれても全然いいと思うし、独断と偏見しかない、ないと思う、ないと思うずっと使ってるわけじゃないよね、やっぱり1時間以内、うん、全部そうやろ。だからずっと使ってたらまた違うところが見えて、もっとこうなんかなあかんかなってあるかもしれないけど、もうパッとパッパッパッって使って、パッ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 って上げるからもうだってないやついっぱいあるもんどこに行ったんてラスト、我らが木星でございます、はい、10点ない、はい、これどこ行こうか。やりすぎはよくないからな、そこやあの見えへんとか、うん、やめよう、あのオセロちゃうから角と立ち角と立ちみたいなそんなんじゃないからな、うん、まあここの分類やろな、うん、分類で言えば、うん、飛ばん、飛ばんな。回転言うほどない、粘着やのに。戦う相手がここやから。ああ、この辺とかどう。そんなかかる、かかった、この辺とかどういや俺この辺やと思うわ。本気で言うとZガの方がまだかかると思う。ああ、そうなんや。もうワールドラバーさんでもこれしか出しないんで、よかったらこの辺とかどうすかね。もちろん、もちろん先言われここ行こう。お、アイダト、アイダト、うん、オッケー、アイダト。はい、木星はここ暫定ね。うん、このラバーもっと飛ぶでとか、でもあんねん、もうほんまにあんねん、
あんねん個人の感覚やからな、うん、飛ぶ飛ばんっていうのは。そうそう、あんねんけど、まあ、ラケットの組み合わせもあるし、今回俺らのな、うん、そのブルーアイズのな組み合わせて、ほんまにブルーアイズ飛ぶんや。ブルーアイズと組み合わせたらさ、すごい良くなったとかもあるし、印象変わるとかもあるからさ、ラケットのその飛ぶ飛ばないもあるし、持つ持たないとかな、もあるから、全体的には言えない部分もあんねんけど、まあまあ、ある程度参考にしてもらってっていう感じかな。まあ、分かってほしいのは基本的にインナーホースの ZLF でやった、あ、ZLC でやった、あ、そうや、ZLC やっていうのだけは、うん、あの確かに確かに置いといてほしいな、うん、まあ、またあの更新とか新しいラバーとか、できたらやっていくからな、うん、やっていこうと思って。次ラケットやろうかな。今半面ラバーで埋まってるから、うん、そうそう、こっちもタペストリーいてるからちょっとどげたいなと思ってまあ店主言ってないんだけど、あのラケットねランキングであの1位から10位みたいな、うん、だから2020年ランキング1位から10位みたいな、今売れてますみたいな、あと変動するやんか、うん、ちょっとそれを今からあの日本のね卓球ショップさんに名前名乗らんと電話して、あの今売れてるラバー何ですか、いやラケット何ですかって言って、で聞いてって集計取って、でやっておかみたいなことをちょっとやっていきたいなと思うので、ね、はい、まあ、楽しみにしてもらったらいいかなと思います。はい、ありがとうございました。